小池都知事は昔の竹やり精神なの。経済活動を止めたい一心。東京都内の百貨店や商業施設が一部フロアの営業を拡大する動きを見せている。各社が生活必需品の範囲を見直していることから。小池百合子都知事は定例会見で高級衣料品は生活必需品には当たらないと見解を示した。東京都と施設側で営業再開の判断基準に相違が生じている。高島屋や三越伊勢丹などでは12日から段階的に一部フロアの営業を再開している。また、三越伊勢丹は顧客からの要望が多く上がっていた衣料品において、5月15日から販売を再開することを決めた。衣料品店に関して東京都は生活必需物資販売施設、豪奢品を除く、として休業要請対象外としたが、小池都知事は会見でいわゆる高級衣料品などの豪奢品は生活必需品には当たらない。これは国から明確に通知がされているもの。百貨店においては営業を行うにあたって生活必需品の趣旨を十分理解の上でご協力いただきたいとコメント。今後は豪奢品の線引きについても取り沙汰されそうだ。いくつかの報道から要約した。高級衣料品売り場は密にならない。よって会話が飛沫拡散する確率は格段に低い。コロナ感染を懸念して閉鎖する理由はない。むしろユニクロやスーパーの衣料品売り場混雑をコントロールする方が感染対策に利するのだ。緑のたぬき知事殿にはプラグマティズム、現実重視した実用主義の意識が希薄なことは知っていた。向きになって料飲店を閉鎖させたり必然的生活動作を感覚的に恐れるのだ。デパート売り場を覗いていっているのか。コロナ感染が落ち着きを見せない中、政府、自治体の度重なる緊急事態宣言、まん延防止協力に応じている事業者はずる賢く立ち回って営業継続を画策しているわけではない。懸命に汗して誠心誠意営業活動に取り組んでいるのだ。自分だけの受け狙いのポピュリズムを狙っているとしか思えない。そんなことより早く休業保証金や事業継続を支える援助金を出し惜しみしないで経済活動を底支えされたい。百貨店役職員は、戦中に竹やり訓練に参加しろ。贅沢は敵、高級品は不要不急、と迫られた当時の人と同じ気持ちではあるまいか。緑の狸は生活必需品ではない、これは事実。お聞きいただき感謝申し上げます。